さあ今回も前回の続きから始めていきたいと思います。まずはこちらの方を接着剤で貼り合わせていきたいと思います。こんな感じですね。それで貼り合わせる接着剤っていうのが、普段使ってる木工用ボンドを使って貼り合わせていきます。まあ材質にもよるんですけど、床面を貼り合わせる分には木工用ボンドでも全然貼り付くので、こういう小物を取り付ける際は木工用ボンドでも十分貼り付くのでおすすめですね。でも貼り合わせる時とか柔らかい曲がるような革を木工用ボンドで貼り付けてしまうと、ボンドが乾いた時にバリ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 割れてってしまうので、まあこういう小物じゃない限り大きいものをつける場合はゴムのりを使った方がいいと思いますね。それでなるべく薄く全体に伸ばすようにします。木工用ボンドで貼り付けてる人っているんですかね。僕だけなんですかね。これ結構昔からやってることなんですけど、意外と床側とぬめ側と、軽くくっつける時にはすごい相性がいいんで、ゴムのりだと結構蓋とか開いてたり、長時間使わなかったりすると次が固まって使えないことがよくあるんで、結構木工用ボンドだと長時間使わなくても固まりづらかったり水で溶かしたりできるんで、結構いいと思って使ってるんですけどね。どうなんですかね。ゴムのりが固まった時に薄めるものもあるっちゃあるけど、その薄め液が結構な値段するんで、それで薄め液が確かアセトンっていう薄め液で、またその液体がすぐ揮発してしまって、気づいた時には半分あれこんな使ったっけなみたいに減ってたりするんで、しかもそれが結構な値段だから、ゴムのりを開けた時の固まっていたショックとアセトンが減っていたショックのこのダブルでショックを受けるんで、僕はなるべく木工用ボンドを水で薄めたりとかして使っていますね。これ結構濃いめに塗ってあるんですけど、しばらく使ってなくても、濃くなってきたなみたいになったらちょっと水入れてかき混ぜてっていう感じで、いい緩さにできるんで、いいと思うんですけどね。あんまいないのかなこれ。あんまり教本だとゴムのり使いましょうゴムのり使いましょうぐらいな感じで書いてあるから、最初の頃はゴムのりばっかり使ってたけど、いわばゴムのり教ってやつですね。ゴムのりしか使わないみたいな、もう木工用ボンドとか知りませんみたいな、もうそんな感じで何つけるにもゴムのりばっかり使ってたけど、そういうのを繰り返してるうちに自然とこのボンドになりましたね。小西の木工用ボンドいいですよ。小西じゃなきゃダメですね。もう木工用ボンド教ですね。小西教ですね。もうそれで、このつまみの方がそんなこと言ってる間につきましたね。そうしたら今度はハンドプレス機でハート目の部分を穴を開けていきます。まずはこれが 5mm のポンチですね。ハート目がちょうど 5mm なんで、5mm で単純に開けております。またちょんちょんしながら穴の位置を決めて、この位置にハート目を打っていきます。でこんな感じで開きましたね。これ多分作ってる時に気づいてたんですけど、これ革厚が 1.5 ミリ片側あって、それを貼り合わせて3ミリの革厚になるんですけど、ハ
とめの足の長さが確か3ミリとかだったんで、ほんとギリギリでこれ入るかななんて思って、まあ入れる時はもう無理くり押し付けて、もう胸側がへこんでも関係ないぐらいもう押し付けて、もうやることにもうここで決めておりました。これですね、これが5ミリのハトメでハンドプレス機で当てていきます。今7ミリのカシメのコマがついてるので、これを外して、ね、下の平らなやつも外して、ね、5ミリですね。これあのメイドインチャイナのコマなんで、どうなんだろうこれ、精度的にはどうなのかなと思ってたけど、まあ意外と使ってみると別に、そこまで売れるってことでもないし、まあハンドプレス機自体が精度が良ければ意外と大丈夫な感じがしますね。まあ国産のあんまり使ったことないから、まあ断言はできないんですけどね。まあ、今のうちは別に今のところは別に全然何不自由なく使えております。これ本当無理くり感がすごいんですよね。これもう刻印になっちゃってますよね。もうこれ、まあ均等に丸くできたから、まあこれはこれでよしって感じで、こんな感じで縫わずに後目でつけておりますね。結構な力を入れて押し付けてます。もう無理くりひねり出すかのように、もうハトメを真ん中からもう絞り出すかのように、こんちきしょうって。そうしたら今度は、つまみを、リングで止めていくんですけど、これがやっとこで2つを使ってグニッと奥にひねるようにして、開いちゃダメなんですよね。これ開くと結構戻すの大変なんで、コツとしてはこの前後にこうねじる感じで開いてます。こんな感じで、ここまで隙間が空いたらファスナーのところにこうつけていくんですけど、これよくお土産屋さんとかで売ってるキーホルダーのリングが開いちゃって、あ取れちゃったなんて時も結構有効なんで、こうやってねじって元に戻します。こういう時にやっとこが2つあった方が便利ですね。ペンチとかで絶対やっちゃうと後になっちゃうんで、完全に跡がついても取れなくなっちゃうんで、しかも傷もついちゃうんで、ペンチはやめた方がいいですね。やる場合はペンチの先っちょにビニールテープとか巻いたりとか、マスキングテープとか巻いてやる分にはギリギリまあなんとか、なると思うんですけど、やっとこがあるんだったらやっとこを2つ使った方が絶対にいいと思います。でもう一つですね、こうやってねじって、中にこう通す感じで、リングの大きさも結構これよりこれギリギリだったので、これより多分ちょっとでもちっちゃかったら、入んなかったかな。あんまりその辺、行き当たりばったりやってる部分あるんで、あんま計算はしてないけど、まあぴったりあったんで、まあ良かったですね。でやっとこで両面から挟んでひねるようにして元の位置に戻します。でこんな感じですね。元についてたつまみの金色のやつも結構綺麗だったんで、まあ2つついててもいいんじゃないかなっていう感じで、何も1つじゃなくてもいいんじゃないかなっていう思いで2つにしてブラブラさせてみました。いいですね。夢川ですね。いいですね。こんな感じで、とりあえず最後はあとどうしようかな、白押しをして終わりですかね。まあ今回はこの辺で終わりにします。ご視聴ありがとうございました。またご覧くださいませ。